どうも、ラブミールーです。2020年、金運のある人、金運を引き寄せる人をタロットカードで占いたいと思います。こちらに6枚のカードがあります。この中で気になるカードを1枚だけ選んで決めてください。さあ、決まりましたでしょうか？さあ、どれにします？それではまずこちらとペンタクルスの6のカードが出ました。このカードを選んだ方は周りをうまく使うことによって金運が高まります。臨時収入とかもありそうです。顔を強く出しすぎたりとか、見栄を張りすぎると金運が逃げていってしまいます。そこだけ注意して、周りに気を使える人を演じられると金運を引き寄せます。さあ、続いてどうしましょう。こちら、ペンタクルスの2のカードが出ました。このカードを選んだ方は金運が良さそうです。自由自在にお金を扱える時です。お金に愛されてると思うかもしれないです。駆け引きをうまく使うことでより金運を高めていけます。先行投資だと思って使うのもいいのではないでしょうか。今自分がここに使おうっていう直感を大切にしてください。さあ、続いてこっちにしますか。カップのページのカードが出ました。このカードを選んだ方は、ね、ついついお金を使ってしまいそう、なんか欲しいものがあるとつい買っちゃうみたいな、無理してでも買ってしまうのかもしれないですね。なんていうのかな、これくらい大丈夫、なんていうの、そんなに欲しくなくても安かったらいっかっていう感じで買ってしまいそうなので、そこだけね気をつけてほしいですね。軽いもの、安いものほど慎重に選びましょう。さあ、続いてこちら、カップのナイトのカードです。このカードを選んだ方は、心が安定していると無駄にお金を使わないで済むと言っています。今このカードを選んだってことは精神的に安定してくるんだと思います。落ち着いたメンタル、安心感があると金運を引き寄せると言っています。あまり勝負などにこだわらない方がいいみたいです。勝負とかにこだわって、自分の感情が乱れてしまうと金運が落ちるとなってます。気をつけてみてください。さあ、続いてじゃあこちら、皇帝のカードが出ました。2020年最も金運があります。お金があなたに集まってくるのではないでしょうか。より金運を高めるために外見に、お金を使った方がいいかもしれないですね。見た目が美しい、これが重要です。高い服を買えとかじゃなくて、綺麗にしていることが重要です。新しいものを身につけてたり、古くて大切だからと思うのもあるかもしれないですけど、そこをあえて新しく着飾ってみてください。外見がなんか清潔感があると自然とお金に愛されます。さあ、最後にこちら、ワンドの8のカードです。このカードを選んだ方は、出る杭は打たれる時期です。金運が上がってきたなと思ったら出費があったり、
こうアップダウンが激しくなるかもしれないですね。そうですね。まあ、自分の中でこう落ち着こうと思うとうまくいったりするかな。まあ、もしくは今はお金が出ていく時期だから仕方がないとか割り切った方が良さそうです。その出ていくことに対してストレスを抱えてイライラすると金運が逃げてしまいます。そうですね。まあちょっとだけ我慢してみて。まあ一番金運がいいのはこのエンペラーのカードを選んだ方かもしれないですね。続いてこう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 っていう感じかな。まあより金運をね高めたいっていう方はですね、こちら、もしもし神様ですか、幸運を呼び込む開運スマホ術という本をね私が出しております。こちらはアプリを動かしただけで運気が高まるなどが載っているので、ぜひ読んで運気を上げてみてはいかがでしょうか。2020年の12星座別の運勢なども載っています。それじゃあまた。